出席委員16名であります。休憩前に引き続き委員会を開きます。引き続いて質疑を行います。下西委員。公明党県議会議員団の下西でございます。早速質問に入らせていただきます。創造的復興による新たな広島県づくりについてお伺いをいたします。今年夏に発生した九州や東海、東北など各地で甚大な水害、土砂災害の報道を見て、2年前の平成30年7月豪雨災害の記憶が鮮明によみがえり、強い恐怖を感じたところでもございます。また我が国の令和元年の水害被害額は約2兆1500億円で、統計開始以来最大であったとのことであり、温暖化に伴い激化する異常気象、自然災害のスピードにインフラ整備が十分に対応できていないと痛感をいたしております。平成30年7月豪雨災害は本県では戦後最大級の被害でございましたが、被災以降平成30年7月豪雨災害からの復旧復興プランに基づき、創造的復興による新たな広島県づくりに全力で取り組んでいただき、着実に復旧・復興が進んでいることを高く評価しています。迅速な取り組みにより、道路や鉄道など主要なインフラは順次回復し、被災した公共土木施設等についてもようやく完成が見えております。公共土木施設の復旧にあたっては、早期完成を目指すとともに、再度災害防止の観点から、被災前の構造にこだわることなく、被災要因を踏まえた工法の選定や、改良復旧事業に積極的に取り組まれており、被災前よりも強靭化が図られているものと想像しております。ここで改めてお聞きしますが、本県が実施されている県全体の改良復旧事業の現状についてお尋ねいたします。土木建築局長。災害復旧事業の実施にあたりましては、再度災害防止の観点から被災前の構造にこだわることなく、被害の発生要因を踏まえた工法を選定し、工事を実施していくことで、設計を進めているところでございます。また、被災箇所の原型復旧のみでは、一連の区間として、再度災害防止が図られていないものについて、被災を受けていない箇所も含めて効果が発現するよう、現在、県事業で4箇所の改良復旧工事を実施しております。三朝川におきましては、令和4年度の完成を目指し、河道拡幅や護岸整備などの工事を進めているところでございます。ルタ川及びその支線におきましては、令和4年度の完成を目指し、堰改築や河道掘削などの工事を進めているところでございます。日置川におきましては、令和3年度の完成を目指し、渓流保全港の整備を進めているところでございます。呉環状線におきましては、令和3年度の完成を目指し、護岸整備や海苔面対策などの工事を進めているところでございます。引き続き県民の皆様の安全安心が一日でも早く確保できるよう、すべての事業について早期完成に向けて取り組んでまいります。下西委員長。次に具体的な箇所についてお尋ねいたしますが、30年災害で被害が甚大であった主要地方道呉環状線の天王から焼山間は、改良を含む災害関連事業を適用し、災害復旧に合わせて道路の
線形改良と拡幅も一体で進めていただいております。強靭化と道路機能が大きく向上するため、市民の期待も極めて大きく、完成が待ち遠しいところでございます。直轄砂防ダムの工事も精力的に進められていることから、工事車両が複装し、道路も未改良のため一般車への配慮も必要であり、大変な難工事になると認識いたしております。ここでお伺いいたしますが、呉環状線も砂防ダムもどちらも重要であり、一日も早い完成が望まれているところでありますが、それぞれの現在の進捗状況と今後完成予定をどのように考えておられるのかお尋ねいたします。また呉環状線の災害復旧については、河川と急峻な山に挟まれた厳しい現場条件に加え、大規模な乗り面や複数の橋梁の工事もあるため、工事に伴う交通規制が余儀なくされているのではないかと危惧しております。交通量も多いため、通行止めは最小限に抑えていただきたいと思いますが、当局は今後どのように工事を進めていかれようとされているのか、併せてお伺いいたします。土木建築局長。主要地方道呉環状線の災害関連事業につきましては、地質調査の結果、新たな乗り面対策や橋梁の仮設工が必要となったため、大幅な工法変更を行い、令和3年度の完成を目指して工事を進めているところでございます。天王地区の砂防ダムの整備につきましては、14箇所を国土交通省の直轄事業で実施していただくことになっており、そのうち緊急事業として実施する5箇所につきましては、本年3月末までに全箇所が完了しているところでございます。残りの9箇所につきましては、現在再度災害防止のための砂防ダムなどの設計を行っており、令和5年度の事業完成を目指していると伺っております。また主要地方道呉環状線の工事の進め方につきましては、乗り面対策や橋梁の工事などにおいて通行規制が必要となりますが、規制の影響が必要最小限となるよう検討してまいります。下西。はい、早期復旧と交通規制の抑制を両立することはなかなか難しいと認識しておりますけれども、最適化を図り、今後も安全に工事を進めていただき、今後の安全安心の確保がしっかりと図られることとことを期待をいたしております。また改良復旧事業については、国においても災害を受けてない箇所も含んだ一連の区間において再度災害の防止と機能強化を図ることを目的とされており、本県においても創造的復興による新たな広島県づくりとの目標が明確に示されております。改めてお伺いをいたしますが、ここでいう県が示されている創造的復興による新たな広島県づくりとはどういうことを示すのか、ご所見をお伺いしたいと思います。土木建築局長。平成30年7月豪雨災害からの復旧復興プランにおきましては、この災害を起点とした創造的復興による新たな広島県づくりを目指す姿として掲げ、県民生活や経済活動の一日も早い再建をもとより、復旧復興を単なる原型回復で終わらせるのではなく、中長期的な視点に立って被災前の状態よりさらに良い状態に力強く押し上げることを基本方針としております。この基本方針を目指す、失礼しました、この基本方針の目指す姿を実現するため、安心を共に支え合う暮らしの創生や、将来に向けた強靭なインフラの創生などの柱を掲げ、被災地の復旧・復興に全力で取り組むとともに、将来にわたって災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくりに取り組んでいるところでございます。具体的には、被災箇所の復旧において、被害の発生原因を踏まえた工法の選定による質的改良や、被災箇所を含む一連の区間における改良復旧事業などに取り組んでいるところでございます。委員長。下道委員。
これまでの議会でも、知事自らが創造的復興という言葉に、県民生活や経済活動の一日も早い再建に取り組むことは、もちろんのこと、単なる現状復旧にとどまらず、この度の災害を起点として、被災前よりもさらに良い状態に県全体を押し上げるという思いを込めていると、力強いご答弁をされておられます。次期ビジョンでも目指す姿として、欲張りなライフスタイルの実現を掲げられていますが、県民の安全、安心を確保し、社会経済活動を支える基盤が整備なされなければ、目指す姿の実現は不可能であり、創造的復興を推し進めることと、欲張りなライフスタイルの実現は、一体不可分の関係にあると私は考えております。呉市の中でも特に浸水被害の大きかった旧安浦町地区は、河川整備計画に基づき、2つの河川が改修されれば、安全で安心な町づくりも大きく進展し、社会生活の基盤が確実に整ってまいります。天王地区も災害復旧が進み、砂防ダムが整備されれば、地域の強靭化が図られ、それだけでは地域課題の解決には至らないと思っております。天王地区が被災前よりも力強い軌道で羽ばたいていくためには、現在の防災・減災対策に加え、町中の呉環状線の整備が必要不可欠だと考えております。この道路の課題を考えるとき、災害が広域化、激甚化している状況を踏まえれば、天王地区に限定されるものではなく、広島市や呉市全体、東広島市、熊野町およびフェリー航路での江田島市も含めた広域的な効果に連なるものと感じております。国およびネクスコは、災害に強いネットワークの構築の観点から、広島呉道路の4車線化を強力に進めており、呉環状線は八木山地域から天王インターチェンジへの主要なアクセス道路であり、なおかつ当該路線は緊急輸送道路にも位置づけられております。先ほど質問させていただいた山頂付近の難所は、大きく改良されることとなり、幸いにも近年中に課題は解消し、広域的にもより価値の高い事業になることは間違いないと思っております。しかし、一方では、当該路線の交通量はより増大し、狭隘な道路と危険な踏切と、天王地区の町中の道路課題が大きく顕在化していくことは容易に想像できるものでございます。このため、天王地区全体を見渡したとき、呉環状線の道路整備は、緊急性が極めて高いと認識しております。今後の整備について、どのように考えておられるのか、次期道路整備計画の策定作業を進められておられる中、こうした道路がどのような計画に位置づけられ、また創造的復興に結びつく事業として、十分な投資額も確保されていくのかどうか、知事に対し、ご所見をお伺いいたします。湯崎知事。呉市天王地区における主要地方道呉環状線につきましては、平成30年7月豪雨災害の災害関連事業を推進しているところであり、令和3年度中の完成に向けまして、必要な予算を確保してまいります。また天王地区において、狭隘区間やクランクが課題であるという住民のご意見があり、その対応につきましては、整備手法等の検討を行っているところでございます。次期道路整備計画における事業箇所につきましては、選択と集中を図りつつ、費用対効果や事業の熟度、地域課題への貢献度を客観的に評価し、
呉市のご意見も伺いながら選定してまいります。府県といたしましては、引き続き一日も早い復旧復興プランの達成に向けて全力で取り組むとともに、この災害を起点とした創造的復興による新たな広島県づくりを推進してまいります。下西委員。委員長、この度の創造的復興事業はポテンシャルが高く、またスーパーマーケットも撤退したこの町が大きく生まれ変わる可能性を秘めていると思っております。人口3万3000人の焼き山地域からのポートピアを利用した利便性と環境に配慮したパーク&ライドの導入や、中心街を流れている2つの砂防河川が合流した危険な河川の改修も可能となり、安心と安全がさらに大きく前進していくと思います。県民生活の利便性を大きく向上させるストック効果の高い創造的復興事業を礎として集中的に整備していただくことを強くお願いをしておきたいと思います。最後に要望を申し上げたいと思います。瀬戸内呉製鉄所呉地区においては、今年2月の休止発表以来、本県におかれましては、呉市との合同対策本部を設置され、中央省庁等への地域経済への影響を最小限にとどめるための支援を求めるなど、全力で取り組んでいただいております。瀬戸内製鉄所呉地区は長きにわたり、呉市をはじめ本県の地域社会の発展に貢献をいただいた重要な存在でありますが、休止により将来に対して大きな不安を感じております。日本製鉄の発表では、2期の高炉を来年9月をめどに休止するとされ、現時点で1年を切っております。今後は従業員の配置転換も含め、さまざまな影響が出てくることとなりますが、地域への影響を最小限にとどめていただきたいと思います。関係機関との連携をこれまで以上に強化し、従業員および関連会社の雇用確保を図り、日本製鉄に対しても丁寧な情報開示を促していくことで、呉市民、県民の不安を払拭していただくことを強く願っております。知事の卓越したリーダーシップの下、関係職員一丸となって取り組んでいただきますよう切に要望し終わります。